なんか久しぶりですね。本当に昭和歌謡祭にここで歌わせてもらったんですよ。おさむちゃんが、まだ違う主催者の方なんですけど。そうですよね。あ、ここでやったことあったんです。4年前だよね、4年前ですね。あ、そうでしたか。緊張しとって答えられません。スイミーもね、コロナ禍全然会ってませんもんね。めっちゃお久しぶりで、お二人のお楽しみにしてました。ちょっと待ってください。不明がちょっと明がで、ちょっとちょっとあの準備整いましたら始めてください。ことになると思うんですけど、はい、はいはい、なんと過去ね、4です。じゃあ、はい、はい、ではふわりです、よろしくお願いします。なので、前お二人がとっても上手だったので恥ずかしいがですけど、はい、ちょっと皆さん、聞いてください、 BGM みたいなものでね、はい、では最初に、今日、今の季節にぴったりのイルカさんの、ね、雨の物語やってみたい。雨の慕情じゃなくて雨の物語では行きましょうか。はい、はい、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。何だったっけ。
変わり目さえ気づかないほどぼんやりしている、あなたに混ざりゲート集めて油編んで、すいません歌詞間違えて、秋の野原を駆けてあげたい、私あなたのところへお嫁に来ました、私の夢と心をカゴに詰めて、さっさっさ、サラダ、部屋の窓のカーテンをそっと開けてあげたい、そうしたらあなたは朝が一番好きになるはず、私あなたの心へお嫁に行きました、遠い国から来たのにあなたはお留守、さっさっさ、サラダ、サラダの国から来た娘、夜が来て袋が泣いても私怖くない、ここで待ってる、あなたが心を開けてくれるまで、膝を私の夢と心をカゴに詰めて、さっさっさ、サラダ、サラダの国から来たおばさん、おばさん、ちょっとサラダ好きじゃないんですけど肉の方が好きなんですけどね、吉田の、あ、吉田の美女のこと、吉田沙織ですっていうのを忘れていました。それとおさむちゃんは富山の三河健一ですっていうのを忘れていました。寺尾って役のことしてる、寺尾って役だ、はい、はい、でこの前ボンクラさんのね、ちょっと合宿に行った時に、うん、あのトークが下手になったねって言われましてね、余裕がないんです、余裕がないですね、本当に、はい、すいません、さっきあのいっぱい歌詞間違えてしまいました、私のまで座っとったら、はいはい、あの本当にご親切にザルトンいただいて、はい、でもなんか気の利いたこと言えばザルトンもらえるのかなと思ってたんですけど、先にもらってしまって、はい、ありがとうございます、もうこれじゃザルトン取られますね、はい、はい、すみません、はい、すごい、でもね、もうこの年いったので、うん、ユーミンさんのあの日に帰りたいって曲がね、とっても身に染みますね、まあ、もう帰れませんですけどね、あの日に帰りたい、はい、いや夢で帰れば、はい、ね、すごいですよね、ちょっと練習させてください、はいはい、あ、無理しなくてもいいですよ、はい、では行きましょうか、震えてますかね、はい、では結構練習したんですけど、うん、バッチリです、バッチリ、小さい音でやります、では行きます、はい、大丈夫、はい、大丈夫です、はい、泣きながらちぎった写真を、待ってください。
ね、ちょっと低いカーボン1なんですけど、あ、僕カーボン8にしてたのやった、すいません、すいません、気の毒だ、もう最近で終わりましょう、はい、ダバダバだから、はい、ダバダバダって感じね、はい、ダバダダバダダダバ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 幸せになれますようにということで、はい、幸せになろうを歌いたいと思います、はい、はい、幸せに、はいはい、ちゃっちゃっとしましょうね、はい、3でしたね、カッポ3でしたね、カッポ3、はい、はい、ゆっくりやってください、時間まだ大丈夫ですよ、はい、あ、そうなんですか、はい、早口だな、すいません、早口で、はい、だんだん演奏も早くなっててね、早いし緊張してね、本当に間も、はい、漫談も一つも、はいはいはい、でも歌で笑わせましたから、そういう、はい、そういう余裕も笑っていただけましたので、はい、カポさんで、はい、はい、一応ね、声は今井美樹、顔は吉田沙保里で歌っておりますので、はい、またお願いします、僕も言ってもいいけど、はいはい、どうぞどうぞ、僕は、声は三河健一、顔は
寺尾明。佐野城にも似てますけどね。佐野城にも似てます。皆さん知らんかもしれない。でも、あの教師してるんですけど、子供たちには桜井翔と言ってます。あ、ここが一番受けた。笑っていただいてありがとうございます。誰も笑わなかったと思います。いただきます。では、はい。幸せになろうでした。ありがとうございました。最後の最後になぜか歌詞間違えました。申し訳ありませんでした。あの夫婦漫談ユニットふわりさんです。はい、次の方も頑張ってください。すいません。はい、ありがとうございました。